きづらい系シンガーソングライター風見静香、47都道府県顔を上げていこうの旅。 YouTube なのどじさんこんにちは。本日8月4日になりまして、本当はですね今日出発する予定だったんですけど、和歌山の向けてね、なんと今日和歌山のですね明日からやるはずだった親子キャンプが台風により中止になりました。もうねこの茅野島っていう島がね福島じゃなくて和歌山の有田市にあるんですけれども、いつも私が行くとですね台風が来る、今回もまさかの台風で、中止になってしまって船が出ないということで、早速予定通りに行かぬ初っ端からそんな感じなんですけども、その分ね、準備をちゃんとしっかりしていこうということで、今日は皆さんに一つ、こんなねものが届きました。でってでーん、よいしょ、ドーン。これねいつもね私の風見静香といえばね、まあ、負けるもんかという歌を歌っていてですね、負けるもんか T シャツが、とても大人気でですね、今は白地に青で負けるもんかって書いてある T シャツだったんですけれども、ありがたいことにあと2着ほどでですね、売り切れになってしまうわけでですね、やっぱりせっかくね行くからには T シャツは必須だし、みんな負けるもんかの T シャツを待ってくれてるなということで、でってれーん、新しくニューカラー、またさらに黄色で白地で負けるもんか、ちょっとこう爽やかな感じのね、レモン色っていうんですか、レモン色の爽やかな、T シャツが出来上がりました。今日はこれをねまずは一個一個袋詰めしていきたいなと思います。暑すぎて室内に入ってまいりました。今日も職人さんのちょっとお手伝いさせていただいております。なんかこの負けるもんか T シャツがですね、普段着に着れないとね、いやでもちょっと今回はそんなね皆さんのご意見を参考にしまして、黄色にしてみました。でも結構この今までのさ激しい黄色よりはちょっと虫は寄ってきにくくない、これ、ね、虫は寄ってきにくくない、嫌なんですけど嫌なんですけど職人さん嫌なんですけど、ちょっとこのちょっとミルキーな感じですごい爽やかなレモン色でねいい感じなんですけれども、ちょっと前はね私これ全部一人で畳んだのよ、ありがたいです母親さん、ちょっとこんな感じにね、前道の駅で黄色の青地で負けるもんかの T シャツをね作ったんですけど、もうほんとあの時飛ぶように売ったよね、いくらっていうかもうすぐに売り切れてしまってですね、でもそうやってこうやって造反した時によって時に限ってきっとこれ売れなかったりするんですよね、きっとね。なのでまあねぜひ、ちょっと光っちゃって全然見えないけど、でもなんかこう夏のさこう合宿とか部活、夏の合宿とかこう部活の子たちとかにさ来てほしいよね、このね、よいしょ。いやしかしねちょっと本当まあ実際逆にさ今日もし本当和歌山に出発しなきゃいけなかったら私はどうなってたのかって思うぐらいなんですけどもね、準備をしっかりとできるようになったので、まあなんかこうね今までの私だったらきっと初っ端から予定通りに行かなくて、あもうこの旅は終わやめとけって言ってんだっつってね落ち込み出すと思うんですけども、なんか今はすごく変わった自分がいるなと思って、
これはまたね、この時間を無駄にしないで頑張って準備とかね、やれることをやって旅に出ようと今回は思いました。マキロモンカのね CD が出た時にですね、このマキロモンカのねCD リリースした時は、もう一人で、まあ、その時は47回ったわけじゃなくて、まあ、各地のね、どこだったっけな、埼玉、神奈川、東京、いて、なんだったっけ、あそこ、なんかその、まあ、ポチポチとね、タワーレコード、タワーレコードのインストアライブをねやらせていただいたんですけど、その時も一人で、その時なんかですね、高速に乗ってなかったことがなかったんです。私教習所でしか、教習所ぶりの高速道路でですね、でやっぱこう私田舎なんで、茨城なんでね、茨城なんて本当あっても2車線なんで、まあみんな2車線か。あっても2車線で高速に乗ることがほぼなかったので、もうその高速に乗るっていうことだけでも当時めちゃくちゃ怖かったんですよね。そんな私が一人で生きるわけがないじゃないかと。でもあの時も、まあ、負けるもんかっていう歌の中でですね、私はやるときめたんだっていう歌詞があって、もうやると決めちゃったからにはもうやるしかないなっていうので、私はやるんだと出発しましたが、もうその時もですね、出発する3日前に警察に1日で2回捕まったりとか、あとなんだっけ、なんかもう立て続けにもう行かない方がいいと言わんばかりの出来事がいっぱい起きてですね、ああもう本当やめた方がいいんだなって、これ神様が行くなって言ってるなって思って、本当あの時ももうやめようってすげえ思ったんですけども、結果ね、もうやっぱ怖いことに突き進むとね、いい結果というかね、本当にそこには大きな産物がね待ってるなってあの時も感じました。そうでね、出演料をもらうってさ、その、なんていうの、何言おうとした忘れちゃったじゃないか、その時も、まあ、一人で回って、あの時も台風でね、もう台風なんか本当大変だったんですよ。広島まで行って、で、その次の日、九州に行く予定だったんです。で、その時は九州が私の中でゴールで、その、どこの県に行って言われ、どこで言われたか忘れたんだけども、どこに行っても九州で歌って、九州で認められたら、福岡で認められたら、まあ、一丁前のシンガーだぞみたいなことを言われたことがあって、ずっと福岡には行ってみたかったけど、怖くて行けなくてですね。ずっと行ってなかった場所だったんです。だから今度こそ、この旅で行こうと思って、その時に福島じゃなくて福岡を目指したんですけれども、まあ、広島の次の日九州入りしようとしたら、見事にですね台風がその時も来て、でなんか大体さ、こう報道とかってさ、次の日日本最大のとかさ、過去最大のとかって言ってるけどさ、大していつもなんかね、なんか大したことなくて終わるからと思って、その日はね、みんないろんな人にね、明日台風来るよって言われたんだけど、大丈夫っしょとかって言って進んだんです、私は。そしたらですよ、まあちょっと夜仮眠取ってたら、車の中でもう地震かと思って、グワーってこう、その頃当時はワゴン R だったんですけど、ワゴン R がめちゃくちゃガーって揺れて、でやべーっつって、何が起きたんだと思って起きたら、もう嵐ですね、嵐が来て、そんでもうこのまんまそこにいたらこれやばいと思って、とりあえず1個のだけサービスエリアを、次のサービスエリアまで進んだんですよね。いやもうほんと雨がもうあまりにもひどすぎて、でもうなんかワゴン R が飛んできそうなんですよ、もう
いやもうこれはやばいなと思って、そのスターアビスエリアに入って、でまあもう車の中に乗ってることがもうもはや怖かったので、降りてサービスエリアの中に入って、でニュース見て、でなんかこうもう終わってる、終わってるじゃなくて、もうあの通行止めだよってトラックのうんちゃんに言われて、もう通行止めだから行けないよとか言って、これ通行止めなんですかって言って、私突破してきちゃいましたって、で8時間っすよ、8時間、8時間ずーっとずーっと、もう超不安な中、もうこのままどうなるんだろうっていうぐらいでね、ずーっともうサービスエリアに過ごして、でその時もね、まあ、ある奇跡が起きて、またねそれは後ほど話そうかなと思いますけどね、ね、でも私の今回のアルバムの中にも入っている「いつだって」という曲があるんですけども、それはね本当にここ最近できた一曲なんですけれども、その中の歌詞にも書いてあります、勇気の中には、あ、勇気の横には成長が、成長の横には恐れが座ってるっていう、歌詞があるんですけれども、この曲ね、あの CD とまたねこう私の弾いてる音源では全然また違う感じになったんですけれども、まあそのね本当に自分が成長するためには横に恐れがいて、そこに飛びつくことというかね、飛び込むことでやっぱり成長っていうのはあってんだなっていうのを一番教えてもらった、マケロボンカツアーでしたね。それまでツアーファイナル、できるできないじゃない、やるんだ、つい先日のね、6月のワンマンライブの時に DVD の方もねまた発売させていただきましたが、あれもね150人目指して、やらせていただきました。結果ね150はね、あの集まらなかったんですけど、本当に147だったかな、あの時の方々が、ストロボカフェというところに集まってくださいました。なんかちょっと曲がってるのかじゃん。でもうね正直、まあ、あの時は本当に数字に追われてすげー苦しくて、本当負けるもんかっていう曲の凄さを知った、
なのでね、なんかお腹これ見てるとバナナ食べたくなってくるな。バナナ色、はあ、ちょっと飽きてきたな、飽きてきたな、アイス食べたくなってきたな。あと何準備しなきゃいけないんだろう。看板も作んなきゃだったかな。着々と出来上がってまいりました。私こう見えて こう見えて東京住んでた頃アパレルもバイトしたことありますからね。いらっしゃいませーって言って、ただいまセール中でーすって言ってやってたんで、私ストック整理のバイトだったんでね、常にこう畳みまくるっていう、もう全然今こうちょっと座りながらのもあるけど、全然アパレルの店員やってたと思えないあれだけど、もうすげえ、お正月のなんていうんですか、セールので、友達が当時店長さんやってて、でちょっと足りないから来てって言ってくれて、店長ですか、ね、バイトをねさせていただいたんですけれども、私すごいなんだろう、こう決してね自分の部屋がすごく綺麗でも何でもなくてめちゃくちゃ汚いんだけれども、私ってねすごい整理はねすごい得意らしくて、今まで来たバイトさんの中で一番綺麗って言われて、もうなんかこう一個なんていうのさ、ちょっと一個乱れたところから出すし、一から全部やり直すのよ。それが一番早いと思うの。一個直すためにこの辺をなんていうのちょこちょこってやったってどんどん汚くなっていっちゃうんだけど、もう一個ダメだったらもう一回全部出して、そっから一から私こう綺麗にしてるタイプで、濃厚者がやってきたこれって結構さ、多分茨城だと普通だけどさ、珍しいよねきっとね、東京じゃ茨城みたいな。私キャベツね、うちの目の前のあれが畑がキャベツ畑なんでね。そう、でもそのさ、ストック整理のバイトもさ、立川でその時やってたんだけど、その棚卸しがもう一番大変で、棚卸しのその数が数えられないの私って。で5回数えても5回とも数字が違うわけで、も何回やってもダメで、でも風見さんもう触らなくていいよって言われて、すいませんっつって、もう数だけは数えられないですっつって、もうね不思議だよね、自分でも なんで数数えられないんだろうなって思う。私も事件です。早速数字がどうのこうのって言ってたばっかりから、私今30枚発注したと思ったら、えミスって50枚やってた、やばい、どうしよう、ちょっと待って、うわもう本当アホなんだけど、15、15、15、5にしてるわ。うわ私完全に20枚プラスしちゃったよ、いやでもだいやでもだよ。L が多いの、ちょっとどうしよう、もし売れ残るたら皆さんぜひ買いに来てね、やっちまったよ、あー濃厚者の音もすごい、あおまけ。ただいま8月もう今日は5、6、6なったのか、出発前日の夜に看板作りをしている、そんな私です。ただいま風見自動車ナウでございます。もうね、まあ本当はね今頃無人島にねいるはずだったんですけれども、予定がね、台風なんかやばいらしいですね、台風が来てですね、ちょっと一回下げよう、台風が来ていてそれで中止になってですね、せっかく準備ができたのでね、ちょっと張り切って看板もめちゃくちゃでけえやつ作っちゃいましたよ。もう
ですね。ちょっとそのプラダにとってプラダ今ね頑張っていろんなのをねこうやってラミネートして作っています。傑作品はこちらですね。スタッフのまいちゃんっていう子がね作ってくれたんですけれども、見事に私ひっくり返してラミネートをしてしまって、もう一回やり直すというね、もう何回この作業をやるんだろうっていうぐらい同じことを何十回も今回も繰り返しまして、相変わらずの風見静香さんです。ちょっとね看板がね、ちょっとみんなにもこの頑張りを見てほしいんだけどもさ、これをちょっとさ、こっから今またこっからなる、このまだこの真っさらな状態なんですけど、まあ、今回ねこの風見静香さんの、まあ、最近ねイメージカラーといえばなね、イエローをですね用意しておりまして、まあ、こんな感じになんかこうやっておいて、まあ、貼ってやろうかなと思っていて、ぜひねこの私の渾身の手作りキャンバンをねぜひ見に来てほしいです。このプラダもどうやって持っていくんだろうっていうのがまずそっから今どうやって持っていくんだろうって感じですけどね。いよいよね本当にもう待ったなしって感じですかね。非常に不安もいっぱいだけど、なんか結構ねいろんな人からここなんか山梨見に行くねとか和歌山行くねとか奈良行くねとかそんな風な声をいただきましてですね、ちょっとずつなんかこう安心感はできてきたなって思いつつ、ただなんかやってないこととかありそうだなとかね、なんかこうそっち系が怖いですけど一番は、まあでもね私なんでね、まず忘れ物しないわけがないなって思うので、もうちょっとやそっとの忘れ物じゃね、もうなんでもないですよ。今日も財布忘れたしね。まあでもね、だから最悪携帯とスマホと、あ、そう、どっちも知らん、スマホと財布と最悪クレジットカードでねだけでも持っていけばなんとかなるっしょって思ってね、なんともならなかったらどうしようっつってね。でも本当ね、ちゃんとね点検してやりたいと思いますが、こんな感じにね、そう、じゃあせっかくだからさ、グッズのね紹介もいっちゃいましょうか。今回いろんなもの持っていきます。これがね以前もお話ししました負けるもんかツアーっていうね、いやできるできないじゃないやるんだという負けるもんかのツアーを、その時も一人で、高速乗ってね、初めての高速に乗って、自分に負けるなっていうのでツアーを回りました。それがのツアーファイナルの DVD がやっと出来上がりまして、何度言うものとは。そしてこちらねもうサクサクといきます。猫太郎のトートバッグ、ちょっと今度原品を持ったね動画撮ろうと思いますけれども、これもね、風見静香画伯が描いたね猫太郎というキャラクターがおるんですけども、にゃこ太郎のねトートバッグ作っちゃったんですよ。めちゃくちゃこれ可愛いのでね、これは本当マジみんな普段使いできるんじゃないかなっていうクオリティでございます。茶色と黒がねございますので、こちらもおすすめです。そして夏といえばやっぱり私は手ぬぐいがめちゃくちゃ好きでですね、なんでってすぐ乾くのよ手ぬぐいって、でそれがすごい好きで手ぬぐいも、今回あのね新しく作りました。そしてこの木札ストラップ、あ、お母ちゃん、あのあれストラップをさネックレスにできる用の紐をちょっと作っておいてほしい、 OK 出ました。あの私ねこの間のワンマンライブ6月16日にやったバースデーワンマンの時にこうやって木札をですねネックレスにしてたんですね。そのネックレスにしてたものを木札にして皆さんにストラップでお届けしておりますが、もしねあの木札じゃなくもうじゃあのねネックレスにしたいよという方はね、ネックレス仕様にできるようにあのちえみさんにお願いして作ってもらうので、よかったら言ってください。そして、こちらねもう私が人生初の、ワンマンライブをやらせていただいた、ありがとうというねこのアルバムのワンマンライブ、もう今でも見たらね私泣いちゃうあの DVD なんですけども、これはかなり、傑作です。こっちはねあの私がアイドルやりたくて、もともと私って
そのアイドルの夢が叶うかもみたいなね、もう中身出てるみたいなもんだけど、はい。でこちらがね、はい、アルバムが CD の、6曲入り初アルバムですね、ミニアルバム。そしてシングルもいけるもんか。おあやだー、もうせっかく作ったやつくしゃくしゃにしちゃったよ、もう。はい、もう。でミュージックカードもね今ありまして、そしてそして今回、このツアーのためにね、先ほど皆さんに畳んでるところを見せましたが、このね T シャツ、新しいニューカラーをお届けしたいと思います。そして猫太郎の T シャツもあって、通じまけるもんかのステッカー、そんな感じになっております。そしてアルバムだね、新しい、たくさんたくさんグッズいっぱい持って回ろうと思ってるのでね、ぜひぜひこの機会にチェックチェック。うわ虫がついた。ぜひねゲットしてほしいなと思います。いよいよ始まりますのでね、頑張って楽しんでね行きたいと思います。なのでここでね、もうなんかこうやってでも準備の段階から皆さんとこうやって共にできていけることが私はなんかすげえ嬉しいなと思ってるのでね、引き続き、楽しんでね、楽しみにしてていただければと思います。もうこれくしゃくしゃってなったけど、ラミネートしたらなんとかなるっしょ、よいしょ、ほい。あさってね7日から和歌山スタートでございます。梅干しを買って帰るぞと。そして有田みかんが食いたいけど、有田みかん食えるかな、みかんもんないかもしれないけど、その頑張りたいと思います。みんな待っててね。最後までご視聴ありがとうございます。旅の様子を YouTube でお届け、チャンネル登録お願いします。